さん、今日も頑張ってね。こちらの阿波野物産さんは、鹿沼市阿波野地区の蕎麦粉を使用していて、ご主人自ら丁寧に打ったお蕎麦が食べられます。メニューはこちら、盛り蕎麦600円からどうぞ。お蕎麦屋さんのラーメンが気になるなぁ。お冷やはセルフでお願いします。どこにあるんだろう。深ほどにで義仙阿波野町観光屋な入り口前を西へ走行中。町屋旅館の交差点を左折します。到着しました。天ざるそば1200円。まずは天ざるそば。山盛りのおそばにたくさんの天ぷらがドドドン。これはすごい。ここに来て正解かも。アジフライ定食800円。続いてアジフライ定食。アジフライが2枚もあるよ。しかも大きくて肉厚。ご飯も山盛りでこれで800円とは期待が高まる。
なんだか懐かしい感じの田舎そば。ちょい太めで柔らかめのそばだね。長さが短めで食べやすくなってます。阿波の地区のそば粉を使用した手打ちそばで、つゆはちょい甘め。砂糖は使わず、みりんの甘さなんだって。確かに上品な甘さだ。めちゃくちゃいい音。天ぷらはエビ、ナス、かぼちゃ、レンコンなどなど種類が多くて、一つ一つも大きくて大満足。同行者さんからのお裾分けをいただきます。このアジフライはいいわ。肉厚でふわふわよ。水気の多いご飯に濃いめの味噌汁。なんだか実家に帰った気分だ。本日は鹿沼市深ほどにある阿波の物産さんをご紹介しました。ボリュームたっぷりのお蕎麦と定食。ご主人も素敵な方で、また来たくなるようなお店でした。皆さんもぜひ食べに行ってみてください。